ないから足元に気をつけろ。転校生、昨日の B1 野良試合は学院が認めない非公式戦のため、生徒たちが勝手に仮設ステージを持ち出してそこで催されていた。だが公式戦は全てこの行動で行われる。2週間後の S1 に参加するかどうかはまだ未定だが、下見をしておいて損はないだろう。雰囲気ぐらいはつかめる。まだ昼休みが終わるまでは時間があるしな。いやー、誰もいないと寒々しいね、行動は。でもドリフェス本番だとここが大観衆で埋め尽くされて壮観だよ。ここで歌って踊るのは楽しいだろうね。今からワクワクしちゃうよ。そうだな。生徒会への反逆云々は置いといて、楽しむために参加するのもいいかもしれん。経験にはなる。やるからには生徒会に勝ちたいのだが、現状それは難しいからね。一発逆転のナイスアイディアが思い浮かべばいいんだけど、マジでテロリストっぽくライブしてる生徒会のやつらを爆破しちゃう。お前は時々ギョッとすることを言うな。正々堂々と対決し勝たなければ意味がないだろう。それに今の俺たちでは参加申請をしても許諾されるかどうかすらわからん。いろいろ足りないもんね。衣装とか練習とか曲目とか。でも目標があった方が燃えるじゃん。そうだな。 S1 に参加する前提で準備をしておいても無駄にはなるまい。実際に参加するかどうかは準備万端整えてから決めてもいい。2週間と短いがまだ猶予もあるのだからな。まずは衣装をどうにかしないとね。俺たちトリックスターは結成されたばっかりだからさ、ユニット専用の衣装もないもん。誰か作ってくんないかな。おや、シノノ。こんにちは、明星先輩。やっほー、こんなとこで何してんの、シノノ。知り合いか、明星。うん、俺よく小銭を稼ぐために校内アルバイトとかするんだけどね、そこでよく一緒になるんだ。1年生で紅茶部のシノはじめくん、あだ名はシノノン。シノノンって呼ぶの明星先輩だけですけど、いつもお世話になってます。皆さんお揃いで行動に何の要件でしょう。今行動は放課後に S2 が行われるため清掃中なんです。あんまり汚さないでくれると嬉しいです。お掃除してるんだね、感心感心。てかまた校内アルバイトしてるの。勤勉だよね、シノノ。僕貧乏なので。知らない単語だろうから転校生に説明しておこう。校内アルバイトというのは学院内でのみ流通している資金を稼ぐための方法の一つだ。資金はドリフェスでの勝利などでも獲得できる。それを用いれば練習室を借りたり衣装を作成したりなど、あくまで校内限定だがいろいろ有用に支払いができる。実際の現金と交換することも可能だ。まあレートは低いみたいだが、食堂の料理や購買の商品などもこの校内資金で買うことができるぞ。生徒の中にはこれで悪い商売をやってるやつもいるらしい。校則違反とかした時に罰金として支払うこともありますよね。僕のユニットこないだ申請が通ってようやく活動資金をもらえたんですけど、 A1 の成績があまり良くなくて残高がスズメの涙なんです。ちなみに A1 は結成したばかりのユニットか新入生のみに参加が限定されるドリフェスだ。要するに新人戦だな。結成されたばかりのユニットや新入生のお披露目としての意味合いを持つ。はい、すっごく緊張しました。思い出すだけで震えちゃいます。でも平和は生徒会の人とかいないのでのびのびと歌えたと思います。僕たち活動を始めたばっかりでまだ右も左もわからないんですけど、ちょっとでも稼いで活動資金にしたくて、最近は特に校内アルバイトばっかりしてます。お金がないのは首がないのと同じですからね。僕頑張ってます。シノノンユニット結成したんだね。俺も俺も今周りにいるのがそのメンバーなんだ。シノノンは誰と組んだの。はい、同い年の仲のいい子たちと一緒に、あと
新入生だけじゃ心配だからって、知り合いの先輩が一人保護者って感じで参加してくれてます。メンバーの一人が張り切って衣装とか作成しちゃって、それで資金が尽きちゃってちょっと困ってるんですけど、だから頑張らなくちゃって。僕ドロいから人の2倍も3倍も頑張らなくちゃいけないんです。今日も放課後にドリフェスがあるので、それに参加する予定なんですよ。先輩方、よろしければ見に来てくださいね。見に行く見に行く。俺シノノンの歌声のファンだから。ありがとうございます。嬉しいです。僕声ちっちゃいから頑張って声出さないと演奏に負けちゃう。いつも元気な明星先輩が羨ましいです。僕明星先輩みたいになれたらなっていつも思ってるんです。こいつの真似はしない方がいいぞ、いろんな意味で。しかし清掃中なら邪魔をするのも良くないか。一旦撤収を。おや、どうしたのホッケ。いや、いつの間にか転校生がいなくなってる。どこへ行ったあいつ。あ、本当だ、おトイレかな。転校生がいないのでは話にならん。携帯電話で呼び出してみるか。なぜだろう、すごく嫌な予感がする。ここが軽音部の部室か。明星、本当に転校生はこの部室に連れ込まれたんだな。俺に聞かれても分かんないよ。ただシノノンがね、転校生が軽音部の双子に手招きされてのこのこ誘い出されたところを目撃してたみたい。シノノンは嘘つかないから、転校生が軽音部の連中にさらわれたのは事実だと思うよ。あのシノ君とやらも気づいてたならその場ですぐ言ってくれたらいいのにな。シノノンボケーっとした子だから、まあ会話に夢中になって転校生のこと忘れてた俺たちも人のこと言えなくない。転校生ちゃんあんまり喋らないからつい存在を忘れちゃうよね。たくさん喋るのに存在を忘れられるウッキーよりマシだけどね。明星くん、実は僕のこと嫌いじゃない？時々言葉がぐさって刺さるんだけど。冗談冗談、大好きだよウッキー。それよりどうしたもんかね。今はなるべく騒ぎを起こしたくない、穏便に行きたいところだな。転校生ちゃんも失神したりさらわれたり放っておけない感じだよね。こんなに頼りないのに本当に僕たちの救世主になってくれるのかな。まあ期待して損はないはずだ。少なくとも潮目は変わった。あいつを中心に事態が動いている。停滞した現状を打破してくれている。転校生は突破口そのものだ。俺はそう前向きに評価したい。しかし転校生に絶対に守るなどと大口を叩いた。その下の根も乾かぬうちにこれだ。俺は自分が情けない。とはいえまだ手遅れではないはずだ。最悪軽音部に殴り込んででも転校生を救出する。いつになく熱くなってるねホッケー。入れ込みすぎだよちょっと。でもまあ俺もそういうの嫌いじゃないよ。心の炎を真っ赤に燃やそう。キラキラって輝かせよう。よし喧嘩だ喧嘩。祭りと喧嘩は夢の先学院の花だ。おい明星待て、無策で突っ込むな、危険だ。それにまだ転校生がこの部室にいると決まったわけではないんだぞ。頼もう。どこだ転校生。明星スバルと愉快な仲間たちが助けに来たよ。この陰謀が目に入らぬか。控えおろう。落ち着け明星、先走りすぎるな。真っ暗だな。ようこそ。そう騒がしくせんでおくれ。こちとら寝起きなんじゃよ。若いもんは元気でいいの。こいつは確か軽音部部長佐久間レイ。夢の先学院で最も過激で背徳的と歌われるユニット、アンデッドの頭目にして三鬼人の一人。
圧倒的な牽制を誇る生徒会が唯一制御できないとされる特異な存在が三鬼神だ。アイドルとしても超一流かつ絶大な名声を誇る夢の先学院の台風の目。夢の先学院で生徒会に対抗しうる3人の傑物、それが三鬼神。生徒会に反逆し戦うためにはぜひとも味方につけておきたい存在だ。三鬼神はどいつもこいつも何を考えているかわからん鬼人変人の類という話だしな。うちの演劇部の部長もそういえば三鬼神か。あの変態と同じ種類の人間だとすればまともに会話が通じるかどうかも怪しい。これは困ったことになったな。どうする。まあまあそんなところで突っ立っておらんで入ってくるがよかろう。お茶ぐらい出すぞ客人。心配せんでもお主らのようなひよっこをいびって遊ぶ悪い趣味はないからの。なんだろう、独特な喋り方をするな。老人っぽいというかうちのおばあちゃんに似ている。いかん、警戒心が緩む。狙ってやっているとしたらそれべし佐久間レイ。どうしたのオッケー、無駄に緊迫しちゃって。軽音部の人ですか。この辺に女の子が来ませんでした。そいつ俺たちの仲間なんです。というか仲間になる予定って感じなんだけどね。だから探してるっていうか返してほしいんです。あんたらが転校生を誘拐したのは知ってるんだぞ。いきなり土足で我が輩の城に踏み込んできたかと思えばえらくぶしつけじゃの。けれどそういうわんぱくな態度も若者の特権じゃ。転校生ならほれそこにおるよ。うちの子たちがさらってきてしまったようでの、そこは謝罪しよう。軽音部の糸仕事たちはどうにもやんちゃでの。とはいえ双子が我が輩のために献上してくれた貢ぎ物じゃ。ほいほいとタダで返すのも惜しいの。お主らがまことに夢の先学院の得意点となりうる彼女を転校生を扱うにふさわしいかどうか、この佐久間霊がちょろっと試してやろう。はい転校生さん、そこでターン。俺たちの動きを真似してね。素敵なダンスが踊れるよ。はい、右手上げて、右足上げて、左手上げて、左足も上げて、空中浮遊。ずっこけちゃった。素直だなお姉さん。でも見た感じダンスも歌も素人だよね。本当にこの人が佐久間先輩の言うようなすごい人なの？佐久間先輩は言動は痛いけど嘘は言わないと思う。多分そこを疑ったら佐久間先輩はただの迷惑な人だよ。あれは転校生だな。一体何をしているんだ。可愛い服を着せられてるね。何あれキラキラしてる。女の子はフリフリヒラヒラが似合っていいね。僕もああいうの着せられたことあるよ、ちっちゃい頃。トラウマが蘇る。佐久間先輩、俺たちの転校生に何をさせているんだ。場合によっては許さんぞ。口の聞き方に気をつけるがよいぞ坊や。敵を作るような物言いは感心せんの。生徒会と戦うため今は一人でも多く味方につけておきたい時期じゃ。なぜ俺たちが生徒会に範囲を抱いていると知っている。我が輩は何でも知っておる。この学院のことなら何でも。お主ら少しばかりうかつじゃからの。アホでも気づくわ。もっと慎重に行動せ。ともあれこの学院で王者のごとく振る舞う生徒会に歯向かうその気骨はよし。我が輩はお主らのことを評価しておるのじゃよ。じゃがの生半可な覚悟で学院の秩序を引っかき回されるのも困る。昼間の事情には
あまり関わりたくないのじゃが、周りでドンパチされると安眠妨害じゃからの。ゆえにお主らを見定めようと思ってな。こうして我が輩の城たる軽音部部室まで招き寄せたのじゃよ。もう一つ理由があるにはあるがの、うちの子が迷惑をかけたようじゃからの。謝らんといかんと思ったのじゃ。昨日のドリフェスではうちのだけがすまなかったの。ワンコ、お主もちゃんと謝るのじゃよ。なんで猿ぐつわをかまされて部室の隅っこに転がされてるんだうちのワンコはしつけがなっておらんからの、すぐ噛みつこうとする。謝れと言っておるのにの。絶対に謝るのは嫌だなどとダダをこねるから、謝罪もできん口ならいらんかと思っての。猿ぐつわならぬ犬ぐつわをかませておるのじゃよ。犬のしでかしたことは飼い主である我が輩の責任でもある。どうも素直ではないワンコに代わって我が輩が謝罪しよう。すまんかった。一つ仮を作ってしまったの。昨日吹っ飛ばされた大神が転校生に激突して失神させたことについての謝罪か。それなら俺たちより転校生に行ってやってくれ。俺も転校生を守れなかった。傷つけてしまった。俺も加害者だ。謝罪されるいわれはない。なるほど、真面目じゃの。だが青臭い。まだ売れ切らぬ果実じゃの。収穫するにはまだ早いか。それに死や凶作じゃ。転校生の嬢ちゃんも意志のない人形ではない。何もできぬハリボテではないのじゃがの、彼女は彼女なりに考えて意志を持ってお主らのそばにおる。そこに気づかぬのは、見ないふりするのは愚かじゃの。お主らはか弱い小娘でしかない転校生の嬢ちゃんに寄りかかるのをためらっておるようじゃが、頼ってもらえんのもそれはそれで寂しいものじゃよ。傷つけることをためらって遠慮して、仲間だ同士だと歌ってみてもそらぞらしい中身のない空虚な言葉じゃ。お主らに必要なのはそういうことなのにも、それを理解せんうちはお主らに転校生という劇物を取り扱わせるわけにはいかんの。そうじゃ、我が輩のアンデッドか双子のトゥインクに組み込み有効活用させてもらおうかの。問題なかろう。転校生の嬢ちゃんはまだどのユニットにも所属しておらんはずじゃ。正式にお主らの仲間になったわけではない。申請すれば我が輩たちのユニットに迎えることはできる。我が輩の方がよっぽど転校生の嬢ちゃんを有用に扱えるぞ。聞き捨てならん。断固として抗議させてもらう。確かに俺たちは不足している。技術も何もかも拙い。だが転校生は俺たちの希望なんだ。絶対に奪わせない。たとえ三鬼神のあなたにだって偉い人に上から言われた通りにいい諾々と従うのはもうやめたんだ文句があるなら挑んでこい。がむしゃらになって我が輩の手の内から転校生を取り戻すがよかろう。男の子なら夢はその手で掴み取るべきじゃ。我が輩すら乗り越えられんようなら生徒会と戦うなんぞ夢のまた夢じゃから。坊やたち、我ら軽音部に拉致された転校生を見事に救い出してみせるがよかろう。彼女が大事な。本当に一蓮托生の仲間だと思っておるならの、魔物を退治した勇者には加護と武器が与えられる。苦難を切り開き
未来へ進むための力が得られる。それを望むなら踏み出してよ。勇敢に挑んでくるがよいぞ。最初の一歩を踏み出せなければ坊やはいつまでたっても坊やじゃ。勇者にはなれ。何も得られずのたれ死ぬだけじゃ。お主らには期待しておるのじゃよ。未来ある若者たち、どうか我が輩のまだ知らぬ輝かしい未来を見せておくれ。おやわんこ、猿器をかませた上に縄で縛っておいたのに自力で脱出するとは成長したの。てめえ好き放題にしやがって。何考えてんだこれ。もう我慢できねえぞ、ぶっ殺せ。落ち着けワンコ、敵を見誤るなと言う。あまり誰かで構わず噛みつくようでは保健所に送るぞ。落ち着くがよかろう。おれ、美味しい駄菓子をやろう。いやー、バカにしやがって。っていうかなんでその女と A 組のアホどもが軽音部の部室にいるんだよ。てめえら俺様の聖域に気安く踏み込んでんじゃねえよ。うん、一から説明するのは面倒じゃの。お主が転校生の嬢ちゃんに迷惑をかけたというからごめんなさいする機会を作ってやったのじゃ。頼んでねえよそんなこと。つうか俺様は悪くねえ。ボケット突っ立ってたその女が悪いんだろうが、俺様は絶対に謝らねえからな。気に病んでおったくせに、そういうところは繊細じゃからな。ワンコが本当は優しいいい子であることを我が輩は知っておるよ。殺せ。まあまあ先輩、落ち着いて落ち着いて。いや双子、てめえら邪魔すんな。つうか吸血鬼野郎の水郷にリチーに付き合ってんじゃねえぞ。どうせろくなことにならねえんだからな。てめえらにも言ってんだぞ、トリックスターよ。転校生っつうのか、その女をちゃんと守ってろよ。吸血鬼野郎なんぞにつけ込まれやがって。耳が痛いが、俺はこれも縁だと考えたい。佐久間先輩、恥を忍んで頼みたい。俺たち力を貸してくれないか。生徒会と拮抗しうる実力者、三鬼神のあなたの助力が得られれば心強い。ちょうど俺たちは指導者を求めていたんだ。できれば争いたくはない。俺たちの敵は生徒会だ。持てる全ての力を結集し協力者を増やして全てをかけて抗いたい。無論虫のいい話だというのは分かっているが、確かに虫がいい。お主らの都合でしかないわ。我が輩に得はないの。だいたい三鬼神ならお主の親玉におるはずである。三鬼神の一人響くんに助力を請えばよかろう。あの変態はダメだ、言葉が通じん。何より響先輩は今のところ生徒会を贔屓している。所属するユニットも生徒会の最大戦力たるフィーネだ。うん、故に我が輩か。理屈じゃない、小賢しいと思う。だが正しい。もう一人の三鬼神たる新海君は響君よりなお言葉が通じんしの。あれはもはや宇宙人じゃ。我が輩とて生徒会の暴虐には腹に据えかねておる。とはいえ曲がりなりにも現在の夢の先学院では生徒会こそが秩序じゃ。あまりいたずらに手出しをしたくはないの。平和が一番じゃ。とはいえ我が輩をその気にさせる何かがお主らにあるのならやぶさかでもないもの。我が輩が力を貸すに足る輝きをお主らは有しておるのかも。金か、金が欲しいのか。いや、しんぼめ、輝きといえば金だからな。明け星は黙っていろ。まあいい、とりあえず考えておいてくれ。それよりも今は転校生の救出を優先したい。
をやっているんだ転校生は。双子と遊んでいるのか。品定めじゃ。ざっくり言うと学院の生き字引と呼ばれた我が輩も転校生であるあの嬢ちゃんについては一切のデータを持たない。どんなもんなのか実力を見せてもらっておる。しかしまあ本当に素人じゃない。歌唱力、ダンス力、全てにおいて足りる。アイドルではなくプロデューサーらしいからの。仕方ないかの。転校生にダメ出しをするためにあなたは彼女をさらったのか。それもある。うちの子の無礼を詫びるついでじゃが、彼女は実力を見たいと我が輩が言ったので素直にそれに応えてくれておるのじゃよ。いい子じゃの。素直で真面目で一生懸命で何もできん、何も知らんのに自分にできることを必死で探しておる。彼女はの、昨日保健室でお主の独白を聞いておった。日高くんじゃったかの。お主の魂の嘆きを聞いておったようじゃい。あの時起きていたのか転校生。うん。お主の分厚い氷のような外面の下に隠した劇場を彼女は知った。それを無視できなかったようじゃの。優しい子じゃの。今は優しさだけが取り柄のようじゃが、そんないい子にお主らは恥をかかせるのか。彼女だけに頑張らせるのか。共に戦うのではなかったか。仲間にしたいのではなかったか。我が輩を口説く前にやるべきことがあるのではないか。のう、無力で愚かで向こう見ずでけれど希望を手に入れたはずの坊やたちよ、我が輩にその希望を見せておく。転校生の嬢ちゃん一人では無力じゃ、輝けない。けれどお主らは孤独ではない。ユニットであろう。星の名を持つ子供たちよ、トリックスターよ、お主らの輝きを見せておく。彼女はきっとそれを何倍にも何十倍にもきらめかせる。触媒じゃ、希望の光じゃ。それを失ってはならん。そうだな。すまん転校生。俺はまた焦って見るべきものを見誤った。今はお前だけを見ていよう。お前の気持ちに応えよう。ありがたいその心に触れて大事にしよう。それを反射し増幅して、いつか俺たちは全てを照らす輝きを放とう。歌と踊りを所望なら俺もそれを見せよう。品定めしてくれ佐久間先輩。俺が発揮するパフォーマンスは転校生のパフォーマンスだ。彼女はプロデューサーで俺はアイドルだからな。俺が輝けたならそれは彼女が輝かせたんだ。彼女の実力を見定めるならまず俺の全てを見てからにしろ。それでも遅くないはずだ。最大限に善処する俺たちの実力をあなたに示してやる。三鬼神佐久間礼。待たせた転校生。すまない、遅くなって。共に歌おう。前へ進もう。お前は俺たちの希望の星なんだ。肩を並べて共に歩もう。お前と一緒に進みたいんだ。それが許されるなら。俺も何度も言わせんなよ。転校生を独り占めにすんな。一人で全部背負おうとすんなよ。それも何度も言っただろ。人の話はちゃんと聞けよ。ホッケー。俺たちは一人一人はちっぽけな光だ。でもみんな集まれば太陽だって霞んじゃうよ。それがトリックスターっていうか、俺も転校生と歌って踊りたい。うん、僕も及ばずながら音もするよ。僕も転校生ちゃんと同じくらい何もわからないから、一緒に大事なものを見つけていけたらいいなって思ってるよ。よいぞよいぞ、血気盛んで好ましいの。むしろ
待ってましたと言いたいところじゃ。ああ、若返るの懐かしいの青春じゃの。長らくこの学院から失われていた輝きじゃの。存分に注いでおくれ、お主らの光を。灰になっても本望じゃ。長灰はそれを見るために老衆を晒して生きてきたのじゃが長生きはするものじゃの。